ストーリーステージ 7-17 に行きます。教習の内容は、前衛、術師オペレーター配置不可。重要なところを禁止されちゃったね。まったく、困ったものです。天人科のスキルは特化3ですが、発動タイミングをランク7と同じにしています。今回は、敵が原石祭壇で強化される前に止めます。あら珍しい。いつも強化させてるのに。いつもは強化させてるというより、強化の止めようがないんですよね。だいたいこのマスみたいに配置負荷になってます。そうなんだ。今回は、ムースファンの数が多くて、強化されると辛いので、その前に止めます。それで赤ゲート前で止めてるのね。そういうことです。右から術師が出てるね。あれが歩くと大変なので、その前に止めます。下からの敵が何体か抜けてくるので、そのブロックも兼ねてここです。攻撃は狙撃2人なのね。チェシカはスキルで術回避 75% に期待です。左上からの敵が出てきた。そこもクオーラで止めて、クーリエのスキルが発動したら、クーリエをジュナーに交代します。クオーラもジュナーも回復がないね。しばらくはパフューマーのリゼネだけです。左上の攻撃に、ここに白雪と、あとはイーサンを置きます。なんか右の術師が大変そう。序盤に術師が2体出るので、パフューマーのスキルを使っておきます。あと、ジュナーと白雪のスキルは、リキャストごとに使って回します。戦闘が3箇所に分かれてるね。ですね。ここは混ぜない方がいいです。右はよく見ると、メテオは範囲攻撃を食らわないけど、パフューマーは食らっちゃうのね。パフューマーのところは、ギリギリ当たっちゃうみたいですね。右のこの高台は、使わないの？原石祭壇のダメージと、術師の攻撃が重なると、狙撃の HP では耐えられないので、そこは使わないことにしました。クオーラのスキルは、HP 回復目的で使ってます。クオーラのところは、敵の数が多いので、アタッカーを2人にしています。よく見えないね。ここから後半戦です。右からは、赤くて強い術師が出てきます。2体出るので、チェシカとパフューマーのスキルを合わせます。下のジュナーは、術攻撃になる前のムースファン3体だけなので、同じ感じのまま行きます。術攻撃にならなかったら、もうムースファンでもないんだ。左上のクオーラのところは、蒸発鎧が2体出るので、クオーラの HP が減ってきたら、イーサンを下げて、団体医療を置いて回復します。イーサンを下げるのが早すぎると、敵が抜けてくるので注意です。やっぱりよく見えないね。あ、ジュナーの HP が減ってきた。ちょっとギリギリでしたね。もし倒されたら、クーリエでも置きましょう。左上は、アタッカーが白雪だけになったね。最後は挑発鎧で、物理はほぼ通らないので、白雪のスキル頼りです。術師置けばよいのに。教習の制限で、術師と前衛は禁止なんです。ああ、そっか。右の術師は倒せたね。ジュナーもギリギリ生き残った。あとは、左上の挑発鎧みたいだけですが、白雪のスキル頼りで時間かかるので、早送りします。ご視聴ありがとうございました。